安田さん、YouTuber としてお金を稼ぎたいというふうに YouTube を始める人っていうのは、まあ、後を絶たないわけですけども、しばらく指導しているとね、いや、そこまでお金を稼ごうと思っているわけではないんですよ、みたいなね。そこまでお金のことに執着してるわけではないという言葉が、ついに出たから、みたいな感じですよね。いや、あのね、そこまでって言って別にね、5億、10億稼ぎましょうって話はしてませんよ、と。月に3万、5万でいいんじゃないですかってところを、 YouTube を使って稼ごうとしてる。で、いろんなトレーニングを出すと、まあ、そのトレーニングについていくのがね、苦痛なんですよね。出てくる言葉が、いや、そこまでお金お金って考えてるわけじゃないんですよ。いやいや、たかだか3万5万だよ。それが、そこまでお金お金って金額ですか <laughs> いや、高校生がね、週末にバイトしたって、月に3万5万を手にしますよ。その高校生に向かって、そこまでお金お金しなくてもいいじゃんって、言うのかなと思っちゃうわけですよ。 いや、これがね、あの、50万、100万って話を一生懸命詰めてるんだったら、いや、そこまでちょっとね、お金のことはね、確かに欲しいけど、そこまでして稼ごうと思わないんですっていうのが筋が通ってますけども、3万、5万に対してそこまでお金じゃないって言うんだったら、それはお金に困りますよ。3万、5万なんて今、電気代一発でなくなりますよ。な、なんなんでしょうかね、これはね。じゃあ、なんで、金を稼げる塾に入ったんですか <laughs> うん、だからやっぱこう、 どっかで自分がその活動をやめることをね正当化したいんでしょうねでも全てを正当化させるのは稼げたっていう事実だけじゃないかなと思うんですよお金がが手元にあるるかからやらやななないいことと正当化されんんじゃないかなと思うんですよだって結局 YouTube に何にしろそこでお金を稼ぐことを諦めてもねじゃあどっかで何かでお金稼がないと月末どうするんですかって話ですよね なんかお金を稼ぐことになんか申し訳なさとかねお金をくださいっていう風な商売に対してなんか後ろめたいことを感じてるんだったらじゃあ月末に請求する電気代水道代ガス代は全部後ろめたいんですかそんなこと思いながら使ってるんですかってことになっちゃいますよね使わせてもらってありがとうお支払いしますみたいな感じで清々しい気持ちでお金払ってるんじゃないですかいや電気代散々使ったけど払いたくないですですからね逆ぼったくりバーですよね ぼっったくってもなないようなそんな飲み屋さんでね最後に「じゃあ会計3200円お願いします」って言ったら「いやお金を払うのはよくないですよ」お金を請求するのはよくないですよ」お客さんに楽しんでもらってなんぼでしょう商売っていうのはなんで最後にそんな寂しいこと言うんですか「お金ください」って言ったら「それはねお客さんも機嫌壊しますよ」みたいなこと言うわけですよ壊さないっつうの <laughs> それはね5万円分10万円分楽しませてもらって会計が3200円だったら「安いなどうぞ」って払いますよ 3,000ポッキリっていうふうに言われたのに行ってみたらね会計が30万とかだったらなんだこりゃってなるでしょうだから3万5万をもらうことに後ろめたいと感じるような商売をやってるから後ろめたいんでしょいやこれで3万とか5万だったらお得だよねこれは喜んでお客さん払うだろうって思えるようなサービスをすればいいんじゃないかなと思います で、あとね、やっぱこう、お金を請求しづらいっていうのは結局責任を取りたくないってことなんですよね。何かでクレームがあった時に、いや別にタダなんだからいいじゃないですかとかね。これによく似た言葉で、ボランティアっていうことがあります。ボランティアなんだからそこまで要求できないよねっていうふうに考えちゃったりするんですけども、どうかなと。あの、お金もらってないから無責任でいいっていうことにはなんないと思うんですよ。 でボランティアと仕事の違いっていうのはお金をもらわないのにお金をもらってる仕事と同等のもしくはそれ以上の責任を自発的に負うからじゃないかなと思うんですよね。お金もらってないからチャランパランでいいやミスってもいいやってなったらこんな恐ろしいことないですからね。お金は全然介在しないけども素晴らしいサービスを提供するからボランティアなんじゃないかなと思います。そうなっっててくるるとと無料だからといって適当に作るコンテンテツが あっていいものかなと思うんですよ結果的に無料であってもそれはそのコンテンツを消費した方が「うわあ無料でこんなものいや得したわこんなのお金出してでも欲しいぐらいなのに」っていう感じさせることをたくさんたくさんやるから無料コンテンツが受けて信頼を得てねで有料のものも恩返しっていう意味で売れていくんじゃないかなと思いますけどねじゃあいってらっしゃい